バチェラーズ入りしみたいな感じで楽しそうですね。先生質問です。あ、どれどれ。あ、じゃあそれじゃあ西麻布でよく行こうみたいな。ちょ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 。西麻布一回離れてもらって。KTV をご覧の皆さん、どうもこんにちは。公認会計税理士の小山です。そして本日もカブトムシゆかりです。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。あ、なんか人が少なくなっちゃいましたね前ね、すごい賑やかだったんですけど、なぜ2人なんですか今日は。なんか風味が出ないって言い出したんですよね。ちょっと天の声で出演してもらっていいですか。なんで出ないんですか。2人のバージョンも見たかった。見たかった。なるほど。はい、じゃあね、今日はね、2日目、はい、なんですけど、あ、なんか衣装がね、ちょっと膝小僧出してきました。今日はすぐ前に出してきました。最近膝小僧がババアになってババアになった悩みだったんですけど、はいはい、初めて聞いたんですよ。すごい着圧の締め付けのすごい強いストッキングを見つけてから、はい、あの膝小僧がちょっとリフトアップできるようになって。膝小僧がババアって表現が僕わからなかったんですけど、はい、え、シワクチャになってたんですか。そうなんですよはい、もうきっとあの着圧ストッキングでやってきたんで今日は大丈夫です。今ちょっとカメラで抑えられてるんでちょっと見れない。ちょっと見たらね、見ちゃうとちょっとあいつ気持ち悪ってなるんでちょっとあえて見ないですけど、汗、はい、汗ちゃんと、はい、ちゃんとピンって貼ってるんで大丈夫です。なるほど。何の話。あ、そうそう、違う違う違う、めちゃめちゃ今日もなんか今日はストレートになりましたね。今日はストレートにしてきました。ちょっと違い見せてこようかなと思って、ね、視聴者の皆さん、ごちそうさまって感じで、ね、こう西麻布でもそうやっていろんな状況を今日でも助けてくれる人おらんからなそういう戦法なんだろうなっていう。西麻布、僕本当に一回も行ったことないですよ、西麻布一回もないんで、西麻布は。あ、逆に、はい、お酒飲まれるんでしたっけ。あ、お酒飲めますよ。タバコは。タバコさんないです。西麻布は。西麻布ですね。あ、行かないですね。いや、行けますね行けないです。最後に行ったんですか。いや、最近は全然行ってない。最近はなんかあの、はい、24歳くらいの時はすごい、はい、あの行ってたんですけど、はい、私シャンパン好きじゃないなっていうのに気づいて、ハイボールが好きだから最近はもうもっぱら赤羽ですね。赤羽な、いや、ちょっと違う、これ絶対なんか高評価狙おうとしてる。先方ですかね、はい、先方ですね。赤羽ですか。5年じゃぐらい行ってない。はい、行ってないです。まあ、信じるか信じないかはあなた次第と。はい、お願いします。じゃあね、今日はちょっとまあね、初日に、まあ、うちのね、岡本先生だったり深見先生、はい、ね、パチモトと深見さん、はい、パチモトさん、いろいろね、ちょっと話してたんですけど、まあ、はい、お悩み相談室でしたっけ。はい、ね、ちょっと延長線上でやっていきたいんですけど、なんか最近のお悩みってあります。最近の悩みですか、はい。いいですね、今のも。いや、僕やりたかったんですよ。深見岡本の回で、なんか、久々のコラボなんですよ。てんてんてん、編集があったんですよ。久しぶりのコラボなんですよ。あ、そうなんですね、はい。ありがとうございます。はい、あれちょっと憧れてて、今めっちゃ嬉しいです。ちょっとやってくださいね。めっちゃ嬉しい、やってきた。結構前回すごい疑問は解けてきた、はい、うん。え、本当ですか。はい、思った、はい。ただまだ頭の中で処理しきれてない部分はあります。なるほど。まあ、前回、まあ、何を話してたかっていうと、多分カブちゃんのね、まず一番大きな悩み、最初の悩みっていうのが、うん、あのパチンコタレントさんじゃないですか、はい、今。で、よくあるパチンコって聞いちゃってもプライベートでやってる方もいて、はい、でもカブちゃんビジネスとしてやってて、うん、まあ、それってね、どういう違いがあるのっていう話をちょっとさせていただいたと思いますね、うん、あとは何ですか、節電も話したんですかね。節電はふるさと納税をおすすめされました。ぜひぜひ、あれはおすすめです、はい、あとは内容がない話をずっとしてたんですか。使ってテロップと編集で伸ばし伸ばし。あと、いや、なんかあとあれですよね、トルコリラの話してましたね。あ、してました。 あれはね、あのプラスがなかったんでマイナスぶつけられない。そうなんですね、その話と、はい、いろいろ。あ、じゃあ基本的にはじゃあ今その理解は今そうですね、全部ついてるんで、はい、じゃあちょっと復習していいですか、はい、かぶちゃんはじゃあ今タレントパチンコタレントさんとして今活躍してます、はい、うん、収入と経費を引いて確定申告持っていくと思うんですけど、はい、じゃあ何が収入で何が経費かはもうざっくり分かっている。あ、そこはでもなんかよく年収とか聞かれる時あるじゃないですか、はい、 年収、はい、年収って、はい、何を持って年収なんだろう。なるほど、いいでしょう、説明しましょう。これ年収って確かになんか年収1億円とか年収1000万どうやっていうのはあるんですけど、
これ税務上の年収は、うん、まあ、どこを取るかっていう話が実はありまして、収入引く経費が利益になりますよね、はい、でこの利益のことを所得って税務上が言うんですけど、はい、まあ、これを年収っていうのが、まあ、一番綺麗、うん、手取り額のイメージですね。手取り額、純粋にあなたの可処分所得、使えるお金だね、はい、そうですね、はい、でもうちょっと大きく見せたい人は単純に入ってきたお金、うん、まあ、カブちゃんで言うとさっきも言ってましたけど、衣装代とか交通費とかはあとはギャランティー含めてもらうじゃないですか、はいはい、それをもう年収だよっていうのもまあ一つの手かな。そうなんですよ、はい、で今の仕事特殊なので、はい、フリーでやってるので、ね、交通費とかが込みで来るというか、ね、はい、でそれを多分、うん、どうやって言えたら結構な額にはなるんですよ。それはやっぱ飛行機とか建て替えたりとかしてるんで、はいはい、でもなんかこうじゃあいざ自分が使えるお金ってなったら全然ないんですけど、はい、なるほど、それどうやってしてもいいんですかね。してもいいですね。してもいいんですけど、まあ、実際ね、まあ、いわゆる可処分っていうと、まあ、経費行ってこいですもんね、うん、もらっても出ちゃいますもんね、はい、もう出ちゃって大変です。ドヤの金額いくらか聞きたいですけどね。ドヤの金額、うん、あれでもなんかいずれは不定申告をお手伝いしてくれるっていう話を聞いたので、はい、取ってきたんですよ。なるほど、今もう見せようと。それちょっとじゃあいいですか、次回で。そうなんですけど、あ、次回でします。で違うんですよ、はい、一瞬どうやってできるんですけど、こう見ていくと、あ、全然みたいに。なるほどなるほどね、必要経費って引くとですよね、はい、じゃあちょっとそれどうします、次回します。そうします、わかりました。で、今回せっかくね、これ今2018年の10月に出会えてるんですけど、うん、この2018年度の確定申告をね、ちょっと今回一緒にやりたいなと思ってまして、うん、まあ、それが大体翌年の2月ぐらいに、はい、またちょっとあのね、あのマネージャーさんにスケジュール取っていただいて、お越しいただいて、ここでちょっとリアルにポチポチしようかなと思ってまして。お願いします、はい、だってそれあれですよね、小山さんに普通に依頼して頼んだらいくらぐらいかかるものなんですか。うわ、ちょっと待ってこの話のお金はこれね、あのね、あの相場と言いますね、はい、大体個人のフリーランスの個人事業主の方の確定申告であれば、はい、大体ですけど、まあ、年1回確定申告しますよね、の依頼料が多分税金払うと15万から30万ぐらいかなと思います、はい、はい、で法人だと100万ぐらいになるのか、はい、年間、まあ、50万の人もいますけど、年間です。それを月々払うのか年一発払うのかっていうのが、はい、それがこの番組で、はい、あのやっていただける。そうです、めちゃめちゃね、あのね、恩着せがましいんですけど、まあ依頼されるっていうよりか一緒にやるから、はい、まあ、こうやって配信もできますし、はい、ちょっと一緒にやりたいなと思ってまして、ありがたいです。多分ね、書類いっぱいお持ちいただくことになると思うんですけど、まあ、ちょっとリアルに申告書こっちまで行こうかなと。お願いします、はい、ぜひちょっとお仲間のタレントさんとか、はい、同じように困ってる人を全員呼んで、みんな困ってますね、はい、全員ちょっと質問を受けながら、はいはい、女性限定で、うん、わかりました、女性限定で、はい、バチェラーズ ADC みたいな楽しそうですね、はい、先生質問です、あ、どれどれみたいな、それじゃあ西畑もよく行こうみたいな、西畑も一回離れてもらってちょっと僕を西畑で見たからちょっとご一報ください。多分見ないと思うんですよ、本当に本当に僕ね、西畑も適応してないんですよ、はい、すいません、じゃあどうかな。ふうみんさん の、 あ、はい、あのそういう確定申告のお手伝いってしたことあるんですか。あ、いい質問ですね。それで言うと前の動画でも言ってたんですけど、ふうみんのお金周りは僕一切知らないんですよ、はい、なんか自分では一昨年の年収、はい、お笑い芸人だけだと 2,3 万だった年収数、年収、はい、とは言うっていうのを聞いてるんですけど、はい、まあ、その後多分稼いで出るでしょうしね、うん、あのブレイクしてますから。そうですよね、はい、その後その後に一切知らないです。どうなんですかね、気になる。確定申告知らないですよ、ね、それあるんですか。いや、しますよ、承知しますんで大丈夫です、はい、なるほどじゃあ一緒にやりましょう、あの、はい、今回わかりました、2月の時、本当にやるのかっていう、はい、多分やらないと思うんでじゃあ復習編をちょっとね、今回カラーを変えてきたカブちゃんと一緒に撮りましたけど、はい、いいですね。じゃあちょっと、じゃあ次回もぜひね、ちょっともうちょっと内容の深い話をしていきますんではい、じゃあ本日も動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さん、 KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、YouTube へのコメント、よろしくお願いします。また見てね。